ビーチからメキシコ湾を望む衛星写真ガルベストンはアメリカが州国テキサス州南東部のグレーターヒューストン地域内にあるガルベストン郡に位置する島内都市。2000年現在の国勢調査によると総人口は57,247人である。ガルベストン郡の郡庁所在地でありメキシコ湾海岸線上に位置している。ハリケーン上州地帯に属し標高が低い。 1900年に発生したハリケーンでは高潮により、市街が壊滅し、以後は、地域の経済中心がヒューストンに移った。2008年にもハリケーンアイクの高潮により、西部を中心に大災害が発生した。ザストランド2000年国勢調査1836年に、テキサス共和国の首都となる。ニコラス・ヨゼフ・クレイトンは、ビクトリア様式の建築家、ガルベストン。 オースティンなどで活躍した参照シスターシティーズインターナショナルインクありがとうございます。